Senpai! お久しぶりっす。いや、俺、マジやってやりましたよ。ああ、ニセから聞いて。お手柄だったな。本当にすごかったんだよ。ナビリスを助けたのも幹事の一言が決め手だったもん。へえ、リセちゃんに感心されるなんて今回はすごいじゃん。いや、そのほとんど先輩の受け売りっすよ。あ、なんか納得した。どうりでかっこよすぎると思ったんだよね。先輩方、聞いてほしいっす。どうしたの？改まって。また俺のシャドウが迷惑かけて本当に左遷した！お前まさかまだ分かってなかったのか？何をすか？あんたはたった今誰を倒してきたのよ！まさか勘違いしたまま助けられてしまうとはな。どちらさんですか？なんかもうゴールデンウィークなのに毛皮は厚くねっすか？お前はちょっと黙ってろ。お前がバカなのは十分分かったから。勘違いない間にこの人たちからいろいろ聞いてたんだ。なんだよ、待ってる人とか全然いいんじゃねえか。よかったな。ほんま、嘘みたいや。みんなにこない優しくしてもらって、それだけやなく封印もされへんなんて。
辰巳くん、ほんまありが…まだ終わりじゃないよ。お？なんだ？俺なんか忘れてっか？これは私たちの通信システムと同じ仕様。全員ラビリスから離れろ。アクセス未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやってる。さあ皆さん楽しませてくださいよ。外から乗っ取ってやがるだ。てめえそいつに何しやがった。そうだね、君ならちょうどいい相手のようだし、仲間同士戦ってもらおうか。おい目覚ませ。操られちまっていいんか。気合い見せろ。それ。畜生が、これ以上ラビリスを戦わせてんじゃねえ。ちっとだけ我慢しろよ。俺が目覚まさせてやっからな。こんなものか。
んじゃねえ。出てこいよ。だいたいてめえ何者だ俺ら。ああそうだね、お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ最後まで付き合ってくれたんだし。ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど、お前が犯人というわけか。ごめんサツ、ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な学生だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。今回はまだ何かしでかす気か。どうだろうね。ってなる要件でこいつを道具みてえに振り回してんじゃねえ。あ、道具だよ、機械なんだから。君らに何か関係あるのかな。ダメだ、話が通じねえ。なんつう最低野郎だよ。それじゃあ諸君、また会おうじゃないか。くそ、なんだってんだあの野郎。敵は我々にゆかりがある人物のようだ。君たちはもうこの事件には関わらない方がいい。ここからは我々の領分だ。おい待てよ、このまま黙ってろってか。気持ちはわかるが、君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。我々を信じて任せてほしい。早く君たちは帰還するんだ。信じよう、みんな。え？お前、マジで言ってんのかよ。先輩の決定だ。おとなしく帰るとしましょうや。か、カンジ君。この人らが悪いってんじゃねえのに、角立てたってしゃあねえだろ。なんと予想外の大人発言。もしや偽カンジだったり。せえ、けさかなでんぞ、こら。
いてて、て、くそ、体がギシギシ嫌がる。でもあれだな、来てくれて大きにね。お別れ、みんなに言いたかったんよ。行っちゃうんだ。本物のハチコンに通っちゃえばいいのに。そういうわけにはいかへんよ。それにフチ、やりたいことができて。フチ、ミツルさんたちと一緒に今回の犯人を絶対に見つけて捕まえたりたい。それがうちのけじめや。けじめなんて、なんかカンジ君に影響されちゃってない？ラビリス、そろそろ時間だ。はい。ほな、みんな。さいなら。ちげえだろ。え？またなっつうんだよ。こういう時やな。カンジ、ちょっといい？はいよ、今言ったら。
買い物に行ってくるから店番お願いね。あと荷物が来るから受け取っといて。しゃあねえな、きちっとやってやんよ。何見とれてんのよ。ちゃんと今日も可愛いから平気だってば。見とれてねえよ。ったく、適当言うなっつーの。それじゃ行ってくるわね。お客さん睨んじゃダメよ。睨まねえよ。早く行ってくっつの。さーて、やってやんぜ。ほら。
この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りしたぜ。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょう。